はい、どうもゆきです。今回はパワポケ5裏の、隠しボスというか最後の難関ですね、18鬼神たちを見ていきたいと思います。ゆきくん大変でやんす。どこからか強そうな鬼の妖怪が現れて村を攻めようとしてるでやんす。はい、来ました。何？強そうな鬼の妖怪？何者なんだ？おそらくこの国の言い伝えにある伝説の18鬼神に違いないでやんす。これはフーガの里の全部の土地を統一すると3日に1回現れるようになります。伝説の18鬼神、どんな言い伝えなんだそれは。よく知らないでやんす。とにかく防戦しよう。出撃だ。オイラたちの国を守るでやんす。じゃあここ3人で行ってみましょうか。はい、こんな感じでね、もう見た目からしてバカほど強そうな奴らが18鬼神なんで、だいたいペアで2体で来るので9回来ます。27日にわたって攻撃をしてくるっていうのがこの18鬼神。普段の敵とかダンジョン攻略とか、そういうところをしながらのこいつらを倒すっていうことなんで結構大変です。でね、負けたら、それ以上追加では現れなくなるんで、その村とか土地は乗っ取られるんですけど、なんで途中で負けて一旦ストップするっていうことも可能なので、きついですけど、一応対策はしようがあるって感じですね。よし、敵をやっつけたぞ。やったでやんす。領地が減らなくてよかったでやんす。まずこいつらが1体目というか1種類目。はい、で来ました。今度は2種類目ですね。ここもまた防戦をしていきたいと思います。はい、またいつものメンバーです。さあ、次はアシュラ鬼ですね。この手をつないでるみたいな鬼たちなんですけど、徐々に敵たちは強くなっていっています。こうカトン打って OKOKOK で、こんぐらいの能力ですね。レベルは常に30あるんで結構高めなんですけど、まだまだそうそう負けるレベルではありません。カトンでも落とせるかな、左側は。基本的にこうやって1体を倒していってもう1体をやっつけるみたいな、片っぽから集中攻撃するといいんですけど、この仲間たちは勝手に攻撃してくれるんで、主人公は全体攻撃の方がいいですね。で、結構お金ももらえます。よし、敵をやっつけたぞと、これで2種類目。はい、3セット目ですね。また鬼の妖怪が来ました。はい、防戦と。で、今回はここ3人で行ってみましょうかね。結構でかい人たちですけど、半ニヤキ出た。顔が怖いですね。今回 MP が結構高めなんで、向こうから術を使われまくる前に落としちゃった方がお得ですね。なんでいつも通りここは主人公は爆弾ひたすら投げまくっても、この頃になるとね、結構お金も有り余ってると思うんで、爆弾は惜しまずガンガン使った方がいいでしょう。むしろゲームオーバーになってしまってレベルかける100両持ってかれるよりは、もう本当に戦っちゃった方がいいんじゃないかなと個人的には思っています。で、余ったのはカトンの術とか術系の方がいいんですけど、ただ攻撃の方がね、会心の一撃的なのが入ったりするんで、痛い一撃が。あっちを狙うか、術で安定して効果力を出すかっていうのは割とプレイヤーによって変わるんじゃないかなと思います。僕はね、結構、でも倒したからいいや。はい、1003両結構もらいましたね。よし、敵をやっつけたぞ。これで3種類目がクリア。はい、4セット目です。また来ました。もう墓地ちょっと強くなってきますね。行きましょうか。したら今回はここ3人でまた行きましょう。はい、仁王邪鬼ですね。結構レベルが上がってきました。 MP もあって HP も高めです。ここも相変わらず爆弾で攻めていくと、もうね、裏サクセスね、爆弾強いの。4裏も5裏もそうだけど、正直ね、爆弾はね、普通に強いので使うといいんですけど、ただここら辺からは結構敵も強くなってくるので、爆弾投げるだけじゃなくて、じゃあ回復入れたりとか、ちょっといろいろ考えていかなければいけませんね。一旦回復しようかな。左落としちゃってほしいんだけど、残り8ですね。じゃあ一旦回復を入れて、ボー。全体攻撃が厄介なんですよね。敵がやってくると。こっちがやる分にはいいんですけど。主人公死んだらさすがに回復のお金がもったいないので、ここは回復しつつ、村上は一回逃げていただいて大丈夫です。残り34。じゃあここはカトンとぶん殴りでいけそうですかね。ああ、小山逃げてしまいましたね。じゃああとカトンもう一発で落とせるかな。はい、OK ですね。結構本当に強くなってまいりました。厄介ですね。はい、これで4セット目クリア。で、ここで5種類目ですね。折り返し点に来ました。さてと。したらいや、主人公入れないときついからな。ここ3人で行きましょう。アシュラ邪鬼。この邪鬼シリーズになってきましたね。敵も HP133。素早さが結構高いんですよね、アシュラ邪鬼は。なんで先制取られやすいんですけど、なんとか倒していきたい。あとはね、敵の体がでかいとこっちの HP 地味に見えないの厄介だったりとかして、あれなんですよ。HP の減り方に
気づくのが遅れる時があるんですよ。あ、そういややべ減ってたみたいな感じで、それになってしまうと非常にまずくって死にかけてしまうので、常に気にしていないといけませんね。はい、これでそろそろ左は残り33とかなんで爆弾を投げて落としちゃいたいのですが、向こうのゴロゴロがかなり厄介です。うわー、避けられた。マジか、村上逃げたな。で、小山くんは頑張ってくれてるけど、もうちょい食らったら逃げると思います。しかも主人公もかなり食らっちゃってますね。このぐらいになったらまあ逃げてもいいとは思うのですが、なんとか残り13ゴリ押せたらいいな。あ、オッケー、行けましたね。ギリギリセーフ。よし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 。1000両以上も、うわ、飲みいらね。1000両以上もらえるから、お得はお得なんだけどね。はい、6種類目です。また強そうなやつが来たということで、そろそろ敵かなり強くなってきております。そうだな。まあ、ここ3人にしておこうかな。はい、般若邪気です。いや、攻撃が高いっすね。防御もそこそこ硬くなってきました。まあ、ここら辺まで来るとね、ちょっと主人公のレベルも高めじゃないときつくなってくるんですけど、攻撃回避が一番困るな。これダメージゼロになっちゃうので、とにかく敵には爆弾投げて、みんなには一体を集中攻撃してもらって、で、仲間で回復できる子がいるとやっぱり安心は安心ですよね。ちょっと主人公爆弾投げで忙しいところもあるんで。はい、ありがとうございます。回復助かります。仲間もね、別に死んでほしいわけではないので、ここは回復して、まあ、かばい合ってで、助け合っていただけると助かるんですけど、残り34大丈夫。これならいける。般若邪気、まず左このターン落ちて、右も続けて落ちてくれると助かる。ゆいは一回逃げておいて大丈夫。今度このまま右を叩いて、OK ですね。よしよしよし。これで6種類目、撃破ですね。はい、これで7種類目ですかね。またやってまいりました。はい、じゃあ今度は、ドミオは無理だな。ここのメンバーで行ってみましょうか。はい、来ました。仁王邪気神。鬼神になりました。これがね、一番強い奴らですね。攻撃力がこいつはかなり高めです。なんでゆっくり戦っていると、こっちが全滅させられてしまうんで、もう速攻で片付けるぐらいの気持ちで頑張っていきましょう。はい、爆弾をボンボン投げていく。この間に、お、ナイス鉄砲ですね。鉄砲は威力がかなり高めなんで助かります。で、爆弾投げていって、いやでもデザインいいですよね。かっこいいですよね。で、色違いみたいにいっぱい出てくるところは、なんか他のグラフィックとかもあったらかっこよかったのになって思うところが正直あったりはしますが、逆に徐々に強くなっていく様子みたいなのをグラフィックで見れるっていうのも一個面白いかもしれませんね。で、一体は倒せたんで、もう一体ですが、めっちゃボーボーしてる。まあでも、オッケー。オッケー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 。結構素早く倒せましたね。よし、敵をやっつけたぞと、これで7種類目。はい、8種類目来ましたね。さあ、こいつらが、なんか、あれか、手繋いでる奴らかな？あ、当たりですね。アシュラ邪気神です。こやつらもまたちょっと強そうな、もうね、体真っ赤にしちゃって、恐ろしい感じになっておるわけですが、こんな感じですね、能力的には。でね、これを実況内で僕、主人公一人縛りでパワポケゴウラ実況っていうのをも、この間やってて、で、一人で18鬼神を倒そうと思ったんですけど、ちょっと途中でね、終わっちゃったというか、勝ちきんなかったところがありますね。どこまでいけたのか、ぜひ実況を見てみてほしいんですけど、やっぱりね、こいつらになると一体一体の能力というか攻撃力が上がるんで、まあ、連続で攻撃回避するだとか、あとは連続で痛い一撃出したとか、そういう奇跡が起きないとなかなか一人で全部を倒すっていうのはちょっと今考えると厳しいところがあったのかなって思っています。って言ってる間に一体撃破したんで、もう一体をぶん殴りながら痛い一撃出せたら非常に助かるのですが、まあ出せなくっても一体倒して3対1の状況なら OK、 勝ちですね。2000両とかもらえます、ここまで来ると。 OK、 これで8種類目撃破。はい、ラストですね。9種類目、鬼の妖怪出てきました。さあ、やっていきましょう。いつものメンバーで出陣ですよ。さあ、般若邪気神ですね。HP も防御も高い。非常に硬くて強い敵です。で、ビュービューも打ってくるんで、向こうも全体攻撃を備えていると。しかも攻撃も回避してくる。爆弾を回避するってどういうことなんだって話なんですけどね。あとは、こやつらは致命的な一撃を打ってきたりとかして、こっちがね、もう HP ゴリゴリ持ってかれたりとかもするので、なんとかそこ出ないように祈りつつ戦っていくっていう割と運ゲーになってきたりとかもします。で、そもそもの攻撃力も高いんで仲間すぐいなくなったりとか逃げたりやられたりもするから、とりあえずゆいちゃんは今いなくなりましたが、
なんとか小山が耐えておいてほしい。でもゆいちゃんいないとな、回復できないんだよな。回復係がいなくなっちゃうんで、セルフケアしなきゃいけなくなるんですが、残り52か。これだったら押していけるかな。ここで致命的な一撃くらいさえしなければいけるんじゃないでしょうか。 OK! 18鬼神全撃破ですね、これで。よし、敵をやっつけたぞ。やったでやんす。オッケーオッケー。あ、これで伝説の18鬼神を全部倒したでやんす。すごいでやんす。それにこんなものが落ちてたでやんす。よし、もらっておこう。オッケー、これで超特殊能力が手に入ります。いやー、結構大変です。超特欲しい方はぜひチャレンジしてほし、見てほしいんですけど、やっぱり本筋と並行しながら戦っていくっていうのが結構きついので、よっぽど自信がある方とかお金に余裕がある方以外はお勧めしません。皆さんでも気になる方はぜひチャレンジしてみてください。ではよければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。